ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。ローレンがまたやらかしました。2023年7月7日、2時3時のローレン・イロアスが、TRPG ゲームの配信をしていたのですが、配信画面に映してるインターネットブラウザに、ローレンの名前を含んだ Gmail のメールアドレスが映り込む事故が数分間発生しました。もうこれわざとやろ。過去に何度も映り込み事故を起こしてるけど反省もしないし改善するつもりもないってことか。配信用のアカウントを作れば事故が起きる要素もなくなるのですが、一体どういうつもりなんでしょうね。どういうつもりかなんてあまりにバカバカしいので考えたくないですけど。心配のコメントを打ってるファンのためにも改善すべきだと思うんだけどね。一切そのつもりがないなら仕方ないけど。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。